岡崎市図書館交流プラザは愛知県岡崎市にある岡崎市立中央図書館を中心とした複合型施設である。愛称はリーブラ。2008年11月1日、岡崎市中心部の厚生地区に開館した。建設地は1999年に戸崎町へ移転した岡崎郵便局や岡崎スポーツガーデンなどの跡地で、 市の市街地活性化計画により、手狭だった明大寺町の岡崎市立、中央図書館を移転する計画を立て2006年に着工2008年に完成した。裏手には伊賀川が流れる。建物は、プロポーザル方式によって選出された、佐藤総合計画、地里建築設計事務所 JV の設計によるもの。徳川市の母大寺である。 大樹寺三門から、岡崎上天四角の長望が、不分立で市民に守られてきたことに配慮し、低層の構造になっている。2010年に、第17回愛知町並み建築賞を受賞した。中部建築賞を受賞した。愛称の由来は、ライブラリーと、リバティを組み合わせた造語。2006年、公募にかけられ5つに絞られた中から、市民の投票によって決められた。 施設の位置する構成通り西四丁目の一角の変遷は次の通りである。明治期よりこの地には尋常小学連弱学校があった。1966年、連弱小学校は現在の城北町に移転。1968年6月27日、学校跡地に総合レクリエーション施設、岡崎スポーツガーデンがオープンした。 まず流水プール兼スケートリンクが作られ、10月1日には3階建てのボーリング本館が建設された。ボーリング本館は1階が駐車場、2階がボーリング場、3階が市民体育館であった。1971年6月30日、岡崎市役所本庁舎の東側の土地3110平方メートルを所有する東部急行運輸が 同地に3階建てのボーリング場を建設するとのの建築確認申請を提出。市役所の新しい駐車場の整備を考えてた岡崎氏は構成通り西のボーリング本館と市役所東側の土地の交換売買の話を同社に持ちかけ、1972年2月にボーリング本館の建物と土地は同社に売却された。東部ボールとして しばらく営業していたが、1974年4月に、東部急行運輸はこれを閉鎖し、以後建物はそのままにして、有料駐車場にしていた。東部ボール並びに、跡地約4700平方メートルは1981年に10億5000万円で、市に買い戻され、建物は取り壊された。1999年2月22日に、岡崎郵便局が、 戸崎町へ移転。市は、郵便局の用地3330平方メートルを購入。建物を壊してさら地にし、当面、イベント広場として利用する計画を提示した。2000年初めに開かれた市議会全員協議会で、市は、江戸時代風の施設を建設すると発表。本会議に計画が提出されなかったことを市議が指摘すると、 中根静雄市長は、知らせない方が良かったなと発言し物議を醸した。市は、当初予算を審議する3月議会にかけずに事業を起こし、中心市街地活性化基本計画が具体化するまでのつなぎ事業として建設を開始した。事業費は6月議会の補正予算で組まれた。同年7月22日に商業施設 岡崎城下三河小町がオープン。建設費は1億6500万円。オープニングイベントには杉浦ひな子が出演した。岡崎城下三河小町は同年に放送された NHK 大河ドラマ《青い徳川三代》を利用した町おこしにと、市の主導で昔の町並みを模して建てられた。岡崎市の特産品などを販売する店舗がの木を連ねていた。 建物の運営管理は、岡崎市美術博物館のレストランと、売店、岡崎市体育館の喫茶室の運営を任されていた、市の100%出資の子会社、株式会社 ING サービスが行った。同年9月10日、岡崎市長選挙が執行される。6000を目指す現職の中根静雄を、全県議の柴田光一が破り、初当選した。 当選直後の9月26日、柴田市長は、市議会定例会で、どんどん続けていって、赤字が増えてしまうようならば、早くやめなきゃならないと答弁し、三河小町閉鎖の可能性を示唆した。三河小町では、物販のほか、舞台で1ヶ月に数回キャラクターショーなどのイベントを開催していたが、1日あたりの入場者数は、 オープン当初の約2200人から加工船をたどり、2001年1月には約500人にまで落ち込んだ。同年2月時点で出店23業者のうち7業者が撤退した。柴田は同年9月6日開催の市議会で責任を取れと言うなら、私は1日も早く閉めることが責任を取る一番大事なことだと思っていると発言した。その一方で、 手狭となった明大寺町の岡崎市立図書館の移転計画が持ち上がった。2000年2月には岡崎市図書館基本構想が策定され、岡崎公園のグラウンド跡地が建設予定地とされた。しかし700台分の駐車場建設費が約140億円もかかることが分かり、同年11月に市は駐車場計画を断念。 さらに調査で石垣などの岡崎城の遺構が発掘され保存の必要が発生したことから計画を練り直した。2001年1月、市は建設場所を構成通りに市地区とする方針を固めた。同年2月7日、岡崎市議会に新図書館建設特別委員会が設置される。同年8月13日に開かれた道特別委員会で、 建設場所を構成通りに市地区とする市の提案が了承された。建設費用やイベント委託料で2億5000万円余りを投入した三河小町は2002年1月に閉鎖となり1年半で姿を消した。同年3月、市は株式会社 ING サービスの解散を決定。同社の株は4人の社員に約3190万円で譲渡された。 この他、2003年8月31日に、岡崎スポーツガーデンが閉鎖された。岡崎市城北会館も同年に廃止された。岡崎市城北保育園も2005年3月に八条、北町に移転した。2006年6月28日に着工。構成通り西三丁目にあった岡崎保健所は2008年3月の岡崎元気館のオープンと共に取り壊された。 2008年3月10日に観光。同年11月1日に開館した。2階出入り口建物の内部地上3階建てで、建築面積は約13,500平方メートル。屋外と屋内に299台を収容する駐車場を備える。2階が地上部分に当たるため、2階に出入り口が設けられている。施設内には、 1.2階には東西にお堀通り、2階にお堀通りというメーン通路が通っている。お堀通りは古くは岡崎城の大林や四角堀があったことをイメージし、緩やかな曲線を描いて長さ100メートルを結んでいる。お城通りは大樹寺三門から岡崎城天守閣の長望を表し、長さ60メートルを結ぶ。通路には椅子や机が置かれており、 交流スペースとして活用されている。1階は、中央図書館、岡崎昔館のほか、最大292席を備えるホールやスタジオ、会議室が設置されている。また、岡崎信用金庫の ATM が置かれている。2階には総合案内が置かれており、中央図書館、市民活動総合支援センター、内田治ジャズコレクション展示室、調理室、 創作室、乳幼児室、会議室が設置されている。3階は、ほとんどが2階の吹き抜けになっており、会議室や、国際交流センターのほか、テラスと、屋内庭園を備える。屋外には、西側に伊川を眺めながら、読書を楽しめる読書広場や、入り口北に、芝風広場が設置されている。2013年ぶれ、委託業者の倒産により、カフェレストラン、 セントルイスが閉鎖。2014年11月28日、同じ場所に、サークル系とカフェレストラン、K、S カフェがオープンしたが、現在はローソンが入っている。ありがとうございます。